よいさんは職場でいやいやよ。泣いてるのはよいさん。いやいやよって。何の話やねん。営業、出れてませんと出てませんはちょっと意味が違いますからね。って何の話やねんって。はい。ミニコミ誌編集中の、YC でございます。いや、意味わからんね。ミニコミ誌、何を作ってるのか見せないと、ちょっと視聴者の皆さんにはわからないですよね。はい。まあ、ちょっとまだ見せられないです。はい。はい。いやー、新聞屋さんですよ、新聞屋さん。新聞屋さん。配達、ね、集金、営業、量もあります。プラス、僕はですね、まあ、店の PRC というかね、お店の PRC というか、あとは、まあ、街の、ね、商店街のちょっとした情報を載せているですね、まあ、ミニコミ誌を作っているわけですが、まあ、当然ね、紙面埋めるためにね、時々、まあ、イベントをですね、考えて主催するわけですけどね。まあ、はっきり言って、まあ、僕は区域担当なわけですよ。区域担当なわけですよ。何の話してんだってね。予想動画じゃないのかっていう話ですけど、区域担当をしてるわけですよ。僕、担当エリア、配達の担当エリアがあるわけです。もう当然、読者管理をするね、しているエリアがあるわけですけど、当然、配達、集金、営業をやりつつ、まあ、店の全体の仕事もしているというわけですね。まあ、酔っ払いなんですけどね。に対してですね、僕の、まあ、同い年のですね、ちょっと、まあ、入ったのが半年か1年ぐらい先の先輩がいるんですけどね、まあ、年齢的には僕の方が学年的には上ですね。学年的には上なんだよ。早生まれで僕はね。まあ、生まれは関係ないんだけどさ。そうね。配達と集金と営業だけなんだよね。まあ、区域担当だけなんだよね。僕はまあ、区域の仕事プラス、まあ、そのミニコミの仕事プラス、なんか、お店でね、なんかやりますって時はね、チラシを作ったりもしてるわけなんですよ。ね。まあ、今日もちょっとね、まあ、締め切り、原稿作成のね、締め切りは近いんで、僕は作成をしていたんで、まあ、営業には出れなかったわけですけど、僕はありませんとね、今日の営業成績ありませんという報告をね、まあ、夜のミーティングでしてね、ちょっと出れませんでしたという話でね、したんですけど、向こうは全く出る気もなくですね、出ずに寮の部屋にこもってて、今日はありませんという話でね。まあ、差がつくよね。差がついて当然だよね。まあ、上司だけどね。上司だけど、まあ、仕事しないんじゃ差がつくよね。いろいろね。お給料とか。まあ、配達部数にも差がつくよね。何を言ってるんだ。何を言ってるんだ。すいません。愚痴でした。はい。すいません。ごめんなさい。良くないですね。はい。酔っ払いなんでごめんなさい。勘弁してください。と酔っ払いながら動画を撮るなって話なんですけど、はい。今日はですね、直前予想になりましたが、明日、2015年、5月16日土曜日、東京競馬場で行われます、京王杯スプリングカップグレード2の予想をしていきたいと思います。酔っ払いではありますが、この後、シャワーをバーッと浴びて、また1時から
配達ですので、サクッとですね、サクッと、酒飲むなよって話ですけどね、まあ、アルコール抜かないといけないんで、シャワーバーっと浴びなきゃいけないんでね、サクッと動画を作りたいと思います。すいません、はい、何を言っている。芝 1400m、 東京芝 1400m ですね。今週から B コースということでね、先週の、まあ、マイル NHK マイル見ていた限りでは、まあ、前残りでしたからね、コース B コースに変わって、さらにそれに拍車がかかるんではないかなという僕の見解であります。まあ、ある一頭以外はね、差しの展開から差し馬が中心かなっていう感じがしているメンバー構成ですので、まあ、もう本命はこの馬しかいないということでね、選んだ馬がですね、サクラゴスペルですね。まあ、さっきも言った通り、まあ、今週から B コース仕様で、前残りに拍車がかかると。メンバー中唯一の先行は、まあ、オーシャンステークス、2走前のオーシャンステークスではね、指してましたけどね、まあ、高松の宮記念も後ろからの競馬をしてましたけど、まあ、基本は先行馬ということで、サクラゴスペルを本命に押したいと思います。まあ、このレース5歳6歳が、強いレースなんですが、まあ、明け7歳もね、2走前オーシャンステークスでは大外をぶん回し続けての差し切り勝ちでした。まあ、馬体に衰えはないのかなと思っています。まあ、4勝をね、挙げている東京の 1400m 得意のコースであれば、堂々と主役を張れるんじゃないかなと思います。確かオーシャンステークスね、本命にしてたかな、対抗にしてたっけ、ちょっと覚えてないですけど、まあ、オーシャンステークスはね、取らせていただいたレースでありますんでね、再度、まあ、サクラゴスペル本命にしてたっけ、ちょっと覚えてないけど、サクラゴスペルからちょっと狙ってみたいと思います。はい、多分スローペースになるでしょうね、なると思います。対抗以降、印を打ちませんでした。一応ね、このコース意外とね、東京の 1400m っていうのはディープインパクトよりも、まあ、桜爆心王、あとは富士奇跡、それとダイアメジャーの3区が、好成績を上げております。そこからね、まあ、当然東京で実績があったり、まあ、どちらかというと差しでも中段からですね、競馬ができる馬をちょっとですね、選んでですね、4と選びました。まあ、エールブリーズは、昨年か一昨年かに、3着に来てますよね。まあ、ダイワマッチオレは、まあ、東京のっていうかね、東京のコースも馬場も、まあ、距離も、まあ、ジョッキーもですね、相性がいいのでダイヤマチオレは選んだわけですけど、まあ、あとはやはり爆心帝王も、まあ、東京に、まあ、1回2回走って1回だけ勝っただけですけど実績があるということでね、まあ、中段から競馬ができるということでちょっと選びました。ダンスアミーガも同じ理由ですね。はい、
まあ酔っ払いの戯言ですが、そうね、はい、この4と、桜ゴスペルの馬単流しの裏表発展で勝負をしたいと思います。そこそこね、いい配当ついてたように思うんですよね。そうですね、最低でも 31.3 倍、まあ100円でちょっと遊ぶぐらいだったらいいんじゃないですかね。ちょっと1000円は入れる気はないですけどね。何点だ、8点か、8000円はちょっと入れる気にはならないですけどね。明日ここで当てて、まあ日曜日ね、日曜日僕東京競馬場行きますんでね、そこへの資金をここでちょっと作りたいなと思っております。まあ作れなくてもお金はあるんだけどな。いや嘘です、嘘ですよ、嘘ですよ。働かないと仕事ない、働かないとお金ないよ。営業頑張んないと、特にね。はい、そんな感じでございます。っていうね、お金ないっていう発言がダメなんだよね。お金はあります。1円でも財布に入ってればお金はあります。はい何を言ってるんだろう。はい、そうですね、はい、酔っ払いですので、この後ちょっとシャワーをバーッと浴びてですね、アルコールを抜きたいと思います。まあちょっと今日もグダグダ、いつも通りグダグダの動画ですけど、お付き合いいただきありがとうございますと、はい、そうですね、勝負レースを日曜のですね、まだちょっと選んでいないんですけど、日曜の朝9時までにですね、アップをしたいと思います。クラウドファンディングっていうか視聴者ファンディングですね、視聴者ファンディングのコーナーで限定公開をしたいと思いますので、まあ過去2回、アップして当たってないんですけどね、一応こうなんだ、支援、この動画を支援するのところを押して、まあ金額最低100円からなんですけど、ご支援いただければその動画が見ることができます。いや、いつも通りこのグダグダな動画なんですけど、はい、勝負動画アップをしますので、もしも、この動画を見ていてね、こいつ面白いなと思った方はご支援、まあ面白いこと言えないけどね、面白いこと言えないけど、こいつアホやなと、こいつアホやな、なんかしゃあない、応援してやるかっていう方がいらっしゃったらご支援をいただけたらと思います。そうしていただけたら幸いでございます。あのね、ちょっと新聞屋さんはね、ちょっと来年の4月5月にはね、なんとか抜け出そうという感じでありますんで、まあ、転職をしようと思ってますが、転職をしようとね、競馬専門誌の研修、今はあの南関東競馬だけですけどね、そこが募集しているんで、そこをちょっと受けてみたいなという感じであります。いつまで募集してるか分かんないですけどね、来年の、ちょっと来年までは動けないんでね、来年の4月5月にもしも人員募集をしていたら、ちょっと僕自身、まあ南関東競馬予想してますからね、当たらないと当たらない予想ですけど、そこの勉強をねしたいんですよ。南関東競馬大好きですからね、南関競馬大好きですから、なんとかそこで勉強しつつ、いつかはね、いつかは、元は慶州ね、慶州ニュース、地方も、中央もね、専門誌出してたんで、いずれはそこに戻る
1億を担えるようになれたらというね、なんかいやらしい野望ですけどね。競馬好きなんですよ。競馬当たらなくても好きなんですよ、ね。そこに携わりたいと、そこの携わる仕事をしたいということで、ちょっとね、そこで勉強できればなと思ってますんでね、そこへ移動するためのですね、ご支援をいただけたらと僕は思っているわけであります。はい、勝手な願望です、僕のですね。はい、あ、視聴者離れるかなこれこういうこと言ったらね。はい、でもね、やっぱり人生一度っきりですので、やっぱ年齢関係なしにね、好きなことをチャレンジしていきたいと思っております。はい、マラソンもそうですよ。マラソン走ってますけどね、はい、ちょっとまあなんとかね、時間を見てですね、マラソンとかねトレーニングして走りたいし、競馬予想もまあね、世間がどう思うかわからないですけど、まあ自分はこうね、ここで生きていきたいと思ってますんでね、頑張りたいと思いますって、よろしければご支援ください。はい、では、すいません、グダグダになってしまいましたが、本日もご視聴いただきありがとうございました。 Please enjoy your horse racing、バイバイ。